それではちょっと子立ち台の上に覗いてみようと思います。あ、あさみちゃんが降りてきました。あさみちゃん何練習中ですか？練習してます。練習してますよ。これは楽しみです。あ、野木先生も降りてきました。野木先生、あれ皆さんなんかどんどん降りていきますね。あの野木先生どうした？なんか上にうるさいおじさんでもいるんでしょうか？ちょっと上行ってみます。はい、上行ってみますよ。リュウト、こんにちは。こんにちは。お、いい返事です。練習してますね。リュウトの走りチェック。お、うまいね。この間ね、3位だったもんね、はい、さあ今日レイアウトが変わってリュウトが今練習しています。さあそしてそのお隣は、あ、一条先生こんにちは。 B メインの一条です。あ、B メインの一条さんこれはこれは今一生懸命で、危ない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 。ちょっと追ってみましょう。ちょっとこれはいい走りですね。これは例の B メインを改装したマシンですね。大将先生、そしてそのお隣行きましょう。これはまさかあの前日の出雲屋さんで、あ、もう酔っ払いです。酔っ払いの薄井さんこんにちは。はい、こんにちは。薄井さんも先ほどエンジン走ってましたけどね、もう白いマシンですよね、薄井さんね。さあ前の一条先生をこっちで走っております。あ、違うやん黄色いマシンじゃないですか、これ。あ、僕も黄色い。 あ、そうですね、はい、もう年いくと目が見えない、見えない、前車が見えない。薄井先生の速いですね、結構速度。あ、なるほど。こんなお立ち台の様子でした。